じゃあ早速いきますか。そちらはここはですね、一色ニュータウンのビバリーヒルズです。ほうほう、高級住宅街。ねえ、私のこれ大親友、親友の実家なんですけど、うん、おお、小学校4年生ぐらいだったかな、はい、彼の歯医者さんなんですけど、はい、がビバリーヒルズにこうお家を建てて、はい、すごいなと、こんなところがあるんだなと。すごいお家ですね。いや、ここ、あ、まあ、いやいや、ここはそうでもないって言ったら、あれですけど、失礼ですけど、うん、もうここら辺ってすごいですよね。体育館みたいな建物があったりとか、ここら辺にいるって、もう鹿児島の街並みがね、ヨーロッパというか、外国ですよね。素晴らしい。うん、もううちの、その親友は、小学4年生だから、もう何十年前、築何十年。うん、ね、そういう時に、ですね、ここは多分値下がりもしてないんじゃないですか、土地として。ね、うん、ブランドですもんね。ね、うん、まあ、素晴らしいとこですね。はい、で、こういう一色地区は、私はコーヒーの配達が多いので、なるほど、なるほど。今もコーヒー2軒配達してきて、あ、その途中ですね。その途中にどっか移せるとこないかなと思って、まあ、親友の家ならいいだろうと思って。すいません、ちょっと時間が少し遅くなり、大丈夫ですよ、お忙しそうで、ちょっと今日は一日バタバタしててすいませんでした。はいはい、じゃあそれでは早速、はい、まず定点観測のところで、はい、まあ、株価はまあ2万6000円、この、まあ、昨日ちょっと2万7000円とか2万8000円とかにちょっと言ってましたけど、うん、まあ、とりあえずちょっと多少乱高下はありますけども、2万6000円から8000円の間でちょっとこう、まあ、落ち着いているという表現がいいのか、まあ、その辺の水準ですね。で、円安についても106円に昨日今日でちょっとこう行ったり来たりで、やっぱなかなか円安の傾向は止まってないなっていうのが、うん、なんか最高値を最安値を更新したって更新しましたっていうのがね、ちょっと入ってきましてね、うん、だからちょっとやっぱり円安はどうしても日本は黒田総裁の任期がまあ3月切れるまで、うんうん、まあ、それまではしばらく方針変わんないからそんなに大きな変更はないかなっていう感じは今のところ論調としては、うん、あれ？はい、大丈夫ですかね。あ、ごめんなさい、ちょっと今切れちゃいました。今見えてます。あ、大丈夫です、すみません、今大丈夫、フリーズして、はい、はいはい、それで、まあ、近況的なところでいくと、実はこの前の土日月で、10日の祝日まで丸屋でラーメン屋さんやってました、うんうん、どうでした？お客さん結構来ていただいてですね、うん、まあ、僕的には思った以上に繁盛というか、もういっぱい来ていただいて、やっぱりシーラカンスにしろ名菜屋台にしろコアなファンが多いみたいで、結構店長同士が挨拶したり仲良く してるような感じでこう手を振ったりとか、非常に微笑ましいところと、やっぱりインパクトの強いラーメンだったんで、多少ねちょっと好みはあったのかもしれないけど、杯数としては結構出まして、コロナのこう開けた感じをすごく実感できましたね。なるほどね。もうじゃあ混み合った感じですか？はい、もう特に朝のね、11時からスタートだったんだけど、朝が結構、その11時からがバーッと混んで、一気に満席になって、で、そこから12時過ぎまではこう、席がいっぱい埋まって、12時半ぐらいまでかな。で、結構お客さんもいっぱいこう、並んでいただいたりしながら。で、ちょっと一息ついたら、また今度は1時過ぎからお客さんがまた満席になるみたいな、そんな感じで、まあ、感覚としてはすごくいっぱい来ていただいて、で、向こう側でですね、つまり丸屋ガーデン の外の広場でクラフトビールのフェアやってて、うん、お客さんの来客もうクラフトビールもすごい賑わってましたね。なるほど。もうコロナ前の感じってすごく
すごくいいな、こんな感じだったな、久しぶりだなって感じがしました。なるほど、はい、そうなんですね、うん、行きたかったなと思いながら、いえいえ、実はニアミスはしたんですよ。あ、本当。でも妻と子供と一緒だったもんですから、うん、ちょっとね、上に行ってこう言えなくてですね。あ、なるほどなるほど。実はマリアにちょっと寄ったっていう感じでした。そうですか。で、まあ、街中もね、昼間は結構にぎわってて、ただどうしても夜の天文館、定点ウォッチしてますけど、まだ夜はね、二次会、三次会需要がまだまだ帰ってこないけど、でも少しずつ増えてきましたね。うん。うん、先週の週末とか、それから、昨日とかね、一昨日とか見てると、サラリーマンネクタイ族が、こう、わーっと、こう、たむろして、ご飯食べ終わった後にタバコ吸ったり、雑談してる風景というのがだいぶ目立つようになってきましたね。なるほどですね。もうちょっとかなって感じがしますね。今実際コロナって、うん、感染者はどうなってます？100人台だったかな、昨日で。あ、じゃあもうだいぶ、だいぶ減ってきた感じ。減ってるんですね。うん、でもやっぱり周りにかかったっていう人はいるけど、もうね、全数把握じゃなくなってる部分もあるし、あ、そっか、だから、なんていうかな、もう普通、もう感覚的にはね、普通の風邪っぽくなってきて、まあ、当然家にはかかったら家にはいないといけないっていうのはあるけど、期間もちょっと短めにもなったし、まあ、なんかだんだんこれからね、年末に向けてで旅行支援も始まりましたし、うん、まあ、活気が戻ればいいなって感じはしますよね。旅行支援が始まったんですか？要は昨日10日からかな、じゃあ昨日からか、要は旅行の割引、いわゆる昔でいう GoTo トラベルみたいなことが始まる、うん、だから GoTo トラベルに、つまり、宿泊、飛行機代、運賃に割引が効いて、クーポンまでついて、うん、ただ鹿児島県がちょっと遅れてるらしくて、うん、まだ各県に制度の設定とか任されてる分、鹿児島はちょっと遅れてるみたいですけどね。なるほど、それは県民、県民じゃない、全国、全国ってことは外国はないってことですね。でも外国の方々も、もう人数制限外されたんで、ワクチンの接種証明とか陰性証明があったら、もう制限なくなりました。なるほどね。なので、もう自由に、ほぼ自由にね、証明書さえあれば出入りができるらしいので、これから多分外国人も増えてくると思いますね。いや、もうどこにこのコロナ明け、世界的にコロナ明けですから、うん、どこ行くのっていうことで日本行きたいと、うん、それも日本安いから、うん、バーゲン中だからと、うんうんうん、っていう声は友達からも来ますね。そうですね、前ね、コロナ中の調査でもしコロナ明けたら外国の人どこ行きたいって言ったら、やっぱ日本が圧倒的に多いっていう話もあったんですよね、うん、それに今円安が拍車をかけてるんで、多分これから戻ってくんじゃないかなって気はし、すごく楽観視はしてます、ね。まあ、土地の問題とかでは、外国に日本を買われないようにとか、そういう人たちって多いんですけど、うん、はい、まあまあ、土地だ、山だ、ニセコだっていうのを抜きにして考えると、もうどんどん日本買ってくれっていうぐらい、うん、今バーゲンでもどん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 来てもらって買ってもらって、そうですね、まあ、物も買ってもらって食べてもらって、うん、やっぱりまあ、土地建物なんていうのはね、またあれでしょうけど、うん、でもハウステンボスは、ね、うん、中国の企業で買うって言ってるし、まあ、企業も一つのものなので、まあ、それを買うっていうのを拒否し、うん、どうなのかなと思うんですかね、うん、まあ、それもまた含めて、そうですね、うん、お金と、ね、引き換えに。で今週末はまた丸屋で、金土日で、うん、今度は竹虎さんと麺屋号のコラボラーメンをちょっとやります、うん、でこれは先週以上に多分人来るだろうなと思ってて、そうなんですね、うん、結構並ぶんじゃない、かなり並ぶんじゃないかな、だから来られる方は時間に余裕を持ってお越しくださいっていう話はしてます、うん、なんですかこの ラーメン週間というか、まあ、ラーメン月間というか、うんうん、もうハイジャックしてますね。そう、ラーメンジャックって丸屋さんが最初ですね、先週のシーラカンス名山と 今週末のゴートラメニア号と竹虎のコラボを決めたんですよ、うん、
これ半年ぐらい、半年も経ってないかな。丸屋さんからのオファーだったんですか？丸屋さんとのオファーというか、丸屋さんにちょっと、入江健さんっていう YouTuber の方がちょっとご提案して、うん、そしたら、まあ話がうまくいき始めて、うん、そしたら丸屋さんがせっかくこの真ん中バンとラーメン屋さんになったんで、前後もラーメン屋で固めて、10月をラーメンジャックにしようって言ってね、担当の方が言ってくれて、ラーメン月間になっちゃったんです。なるほどね、うん。これすごく面白いなと思って。YouTuber が間を取り持つ時代になって、うん、そう。私も YouTuber の片隅だから、なんかそんなことしたいな。ああ、なるほどね。面白いな、すごい。うん、で、今度はその入江さんっていう方は、今度の週末はね、中に入って手伝ってもくれるし、うん、撮影も多分されると思っています。まあ、そんな感じで宣伝もしてくれてね。まあ、お互いウィンウィンになればいいなっていうふうに思ってます。うん、やっぱり ラーメンっていうコンテンツは改めてすごいんですね。うん、あ、そうね、すごいっていう話を最近もしてて、結局いろんな食べ物、パスタとかカレーとかね、いろんな食べ物がフランス料理も含めてあるんだけど、うん、ラーメンって結構こうされてる方、揚げてる方多いんですよ、うん。で、ラーメンっていうのはやっぱり一大、日本で言うと一大コンテンツで、うんうん、特に鹿児島はね、私はもう、観光の目玉、キラーコンテンツだとラーメンは思ってるので、うん、まず鹿児島の人がラーメンをしっかり食べて、いろんなお店があるよって知ってもらった上で、それをどんどん外に向けて発信してもらってね、で今インスタもどんどんやってるんですけど、Facebook とか、フォロワーもどんどん増えてきてて、やっぱり興味皆さんあるんですよね。うん、それで発信して、鹿児島に観光でラーメン食べに来るとかね。面白い店を回ってもらう。当然鹿児島県内の方も鹿児島のラーメン食べてもらうと、うん、で割と鹿児島ってラーメン屋さん多いんですけど、その全国平均でこの前統計見たら1年間で食べるラーメンの量でいくと15、うん、6位だったかな、結構真ん中ぐらいなんですよ、鹿児島の人のラーメン食べる量って。でなんか もっとね鹿児島の方にもいろんなラーメンに今どんどん新しいお店もできてるんで、食べていただいてね、で盛り上げていただいて、でインスタとかツイッターとかフェイスブックで発信して、皆さんいろんな人がまた県外からねラーメン食べに来てもらって、飲食業がそこからまた賑わうといいなとかいうことをちょっと思ってます。そうですね、本当になんか旗目に見てて賑やかだったから羨ましかったです、うんね、ありがとうございます。その日だけラーメン屋さんしたくなったぐらい。ああ、なるほどね。あ、でも本当にそういうね、ラーメンに興味がある方々をうまくこう、なんか一緒にコラボしたり、一緒にやったりとか、うん、あるいは一緒に食べたりとかね。うん、まあそんな機会を、まあ、作って YouTube で捉えるっていうか、撮影してね、宣伝、うん、いいですね、配信していくっていうのも、面白いかなと思いますね。なるほど。ということはもう久しぶりにウハウハな商売だった感じですね。あ、まあウハウハまではね、なかなかそのいかないですけど。あ、そうなんですか。うん、まあだけどまあなんか手応えは感じましたね。なるほど。うん、ラーメンというコンテンツに対しての手応えっていうのはすごく感じました。うん、在庫切れもしなかったですか。あ、在庫切れはねしなかったです。ちょっと多めに準備してたんで。なるほど。じゃあちゃんと予想は、うん。予想プラスアルファだったらちょうど予想通りって感じでした ね、なるほど。だからあまらお客さん断ることはせずにやりました。さすがですね。わ、はい、うん、かりました。いえいえ。ぜひ。で、また今後ね、そういういろんなイベントもなんですけど、まあ飲食店も、まあ、このラーメンに限らずね、上野さんもそうですけど、やっぱりいろんなこう発信をしてね、うん、鹿児島に来てくださいみたいな、うん、そんなことをいろいろ皆さんで考えて知恵絞って、特に名山堀も今どんどん発信してるんで、うん、したい。あ、そうそう、名山堀ね、人多くなってきましたよ。おお、うん、本当ですか。やっぱりこう日曜日によって浮き沈みというか、多い日少ない日はあるけど、うん、結構名山屋台も売り上げが少しずつ出てるし、夜のお客さんもちょっと増えてきてるし、周り見てると名山も夜に賑やかだったりするしですね。だからなんとなくいい感じにはなってきてるんで、なるほど、ここをもっと何かやって火つけていけたらなって気がしますね。まあじゃあ、まあ埋まるんでしょうね、数学カフェのちょっと周りに、まあ本田さんが一番筆頭なんですけど、うん、ポツポツとこう出て行かれて、うん、テナントが空いてるところは見受けられるんですよ、うん、はい、はい、あ、テナントが
空きテナント、はいはい、うん、だからまあそこも埋まっていくんでしょうね。あ、ね、埋まっていけばいいですよね。まあ入りたいっていう人はね、うん、いますもんね結構、うん、名産って中心街に比べると家賃もね割安だし、うんうん、ちょっと改装最初から改装するとちょっと金かかるけど、まあもともとあったところだったらね、うん、設備費用もそんなにかかんないから、もっと皆さん名山の方に、まあ、出店していただくとか、うん、いろいろしていただいて賑わうとむちゃくちゃ面白くなりますよね、うん、そうですね、うん、ご近所さん募集中ですね。そうですね、はい、はい、まあ、今回はちょっと実感としてのご報告がまず一つありました、うん、でもうちょっとね、もうせっかくなんで、もう金融関係っていうのがあって、はい、今日の日経新聞でここなんですけど、ここですね、うん、送金、大手銀行も送金手数料無料にしていきます。つまりここにあるのはフィンテックって言って、銀行じゃないけど銀行みたいなことをやっている IT 企業がどんどん増えてるんですけどね、うんうん、やっぱりこういうところが少額、個人間の少額の振り込みとかを結構これからやっていくって、うんうん、それを日銀も支援しますし、大手銀行とかも支援しながら、今度は銀行間もその支援の状況で競争がだんだん出てくるよねっていう記事なんですけど、やっぱり銀行の収益構造、つまり振込手数料で結構手数料稼ぎますっていうところがだん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 これが崩れてきて、やっぱり銀行の収益構造がどんどん今から変化していくっていう記事なんですけど、やっぱり金融機関っていうのは前からちょっとお話ししてますけど、ある意味衰退業種になるだろうなって僕は思ってるんですね、うんうん、ただ衰退しないためにはどうするかっていうところも必要だけど、やっぱり最終的にはフィンテックっていうところ、つまり銀行よりもどんどんフレキシブルに動けて、いろんな知恵が入ってきていろんなことができる。で、銀行は一方でね、大手銀行は資本力もあるからまだいいんだけど、中小金融機関ってなかなか簡単に動けないから、さあこれからどうしますかっていうテーマが多分ここで投げられてると思うんですよ、うん、だからそれを例えば地方銀行、大日銀、信用金庫、信用組合というのをどう受け止めるかっていうのを今から真剣に考えておかないと、やっぱりここから5年ぐらいだね、収益構造が大幅に変わって、うん、やっぱりこう真綿で首を絞めるようにじわじわ悪い方に効いちゃうなっていうのがこれから出てくると思いますね、うん、さすが元金融マンですね。まあ以前もありましたよね、 PayPay で給与支払いするだとか、そうそうそう、 LINEPay でっていうのも解禁されるというか、うん、はいはい、そうですね、うん、でからなってきて、うん、もらう方が、あ、別にいいですよってなれば、うんうん、進んじゃいますもんね。そうだから今 PayPay もね、だいぶ普及して、まあ、いわゆる QR 決済も、うん、キャッシュレスも普及してきてて、まあ、それでも現金のお客さんはまだいるけど、やっぱり普及度合いを見てると、これからそのお店で決済するときもお給料がそれこそ PayPay で入ってきても PayPay で決済しちゃえば、まあ、財布にお金入れとく必要がないので、もう ほぼ私の感覚では9割方は QR 決済で払えますもんね。そうですよね、うん、だからだんだん、うん、ま、前中国にね、コロナ前に行った時に、もう中国って現金払う人ほとんどいないんですよ、うん、ほとんど QR でやるんですけど、まあ日本はね、こんな風にいつなるのかななんて当時思ってましたけど、うん、だいぶ進んできましたよね、うんうん、ですね、まあ、そういうリープフロッグって言って一段飛ばしに行っちゃうんですね、うん、アフリカとかそういったところの方が、うんうん、スマホ決済が先に進むとか、うんうん、危ない国とか治安が悪かったりとか、うん、そっちの方がですね先に必要だから進んじゃうんですよね、はい、うんうんうん、そうですね、だから、まあ、日本も今回、お店の方、まあ、マリアもそうでしたけど一応 QR 決済置いて見てましたけど、うん、まあ、マリアの場合はまだ何割かな、2割3割ぐらい、それでも2割ぐらいは QR 決済がありましたからね、うん、だからだん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 そういう時代になってきて、もうそれこそお給料をもらってそのまま払ってっていうのは普通になってくるのかなっていう感じで、逆にこれが進むと銀行の役割ってなくなっちゃうんですよね、うん、つまり銀行が昔やってた
口座に現金、あ、口座にお給料入って、そこから ATM で出して払うっていう仕組みが、もう直接ペイペイに入ってくる、もう銀行を返さなくていいじゃないですか。まあ、せめて銀行の方に大手企業が、うん、大手企業に限らずですけど、その振込依頼書を出したら、それを振り込むけど、お給料振込って実は銀行で手数料取ってないんですよね。うんうん、あの大手さんは分かりませんけど、中小はね。だから、結局、あの儲からないところは残るけど、儲かるところはどんどんフィンテックに取られちゃって、これまた収益構造が大幅に変わってくるという、やっぱりこれから激変していくのかなっていうふうに思います。まあ、シンプルに考えて、その現金がなくなれば、うん、お金をするとか、そういうお金も、原価も減るし、うん、あ、そう。で、現金輸送とかって、普通にコストかかってるし、そこが手数料に跳ね返ってるわけだし。もうおっしゃる通りで。もう現金輸送とかをゼロに変えると。もうお金は数字でいいと。うん、うん。もうね、ほんとその通りなんですよ。もう極論すると、今この瞬間から現金なくなりましたってなると、それだけコストってガクッと下がるんですよ。実は現金周りのコストって異常に今かかってて。だから皆さんご承知かもしれないけど、ATM も手数料かかりますよね。あの平日の昼間以外は。でもあれでも本当は銀行は手数料欲しいんですよね。あそこに詰めたり現金を精査したりって人手がかかります。それから両替もそうですし、だから現金輸送もそうですし、だからものすごい現金って実はコストがかかる。ところが今から2、30年前はそれでも金利が高かったから、現金のコストっていうのは運用で賄えてたんですよね。ところが今はそれが全くないので、現金の扱いは全部損失になるわけです、ほとんど。だから、あの、両替手数料なんていうのを取られちゃうわけですよね。うん、そうですね。だから、まあ、そこら辺がどんどん変わってくるし、変わってこないといけないと思うんですけどね。うん、まあ、いきなり日本の場合はゼロっていうのは難しいでしょうけど。うん、いや、もうできると思うし、そのコロナがなければ、こんなにズーム会議とか、できなかったわけで、うんうんうん、まあ、結局、なんかな、ショック療法というか、もうなしねとかぐらいの、うん、うん、ショック療法すればできないことないと思うんですよね。いや、あの、できないことはないです。本当におっしゃる通り、うん、はい、で、うん、そうしないと、うん、まあ、そうなんですよね。で、だってそもそも金本位制度って、金というちゃんと価値があるもので、うん、交換してたのが、あ、金っていらないじゃないのと。で、うん、紙幣でいいじゃないのと。紙ペラの、うんうん、原価それの価値ないもの、1万円の価値ない原価のもので、うんうん、それを信用でやり取りするっていう話になってたら、うんうん、まあ、結局は紙すらいらないよねって自然な流れですもんね。うん、そうですね。で、紙すらいらないの、まだ最先端行ってるのが多分仮想通貨ですもんね。うん、まあ、そうですね、うん。ブロックチェーンで内容チェックしてみたいなところっていうのはかなり進んでて、うん、でもこれももう今ごく当たり前になってきて、まあ、ものによっては仮想通貨で支払いもできるしね。うんうん、だから、まあ、世界はどん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 そっちの方に進んでて、それに対して日本の金融機関がどこまで合わせられるか、でもかなり後手後手に回ってると思いますね。うん、なるほどですね。うん、よくわかりました。はい、ということで、はい。ありがとうございます。勉強になりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。はい。Thank you.